はい、短期決戦です。10月9日7時58分です。第1422回ロト6の予想の準備をしていきたいと思います。とりあえずミニロトの結果ね。1046回ミニロト。16、23、24、28、29、ボーナス数字12。OK。先々週かな？4等が当たったけど。去年はね、4回4等が当たってん。去年の方が良かったんだけど。今年はもう、10ヶ月やって、9ヶ月やって、1回4等が当たっただけだ。1000円はよく当たるけど。去年はね、かなり確率良かったんだけどね。今年はあんまり良くない。4等って7500円ぐらい。3000円買って7500円だ。今、お金ないから、ロト6買ってないんだけど。最近はね、ちょっと前はね、2通りだけ買って、400円だけ買って狙ってたんだけど。去年400円だけ買ってね、3回4等当ててんだよ。今は予想だけ。お金ないから。競馬も予想だけ。予想だけで面白いよ。なんか予想してると、それはちょっと違うな。FX は増やすものだと思ってやってるからあれなんだよ。それはちょっとあれだな。FX と株と、競馬競輪協定を一緒にしちゃうとおかしくなるんだよな。宝くじと。確率が全然違うからさ。よし、これで、ロト6過去10回から1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。で、今後6回。ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。重複をチェックします。で、ボーナス数字もチェックします。で、どうなっていくかと、2が4回出てるとかね。10回中4回。2と、21と。10回中3回。10と、12と、24と、26と。10回中2回。1と3と4と5と7と13と14と15と19と20と25と。あ、でもね、あれだよ。ビットコインをずっとショートしてんだけど。そうだけど、全部当たんないといけない。1個当たってもダメだし、2個当たってもダメだし。数字が6個当たらなきゃいけないんだよ。6個同時に当たらなきゃいけないんだよ。完全一致しないと。そうすると1億円。あ、2億円か？今いくらだ？ 6 回中3回。
10、14、16、24、6回中2回、2、5、7、12、23、28、33、30だ。だからさ、あれあるじゃん。三連複ってあるじゃん。だから、三連単でぴったし当てないといけないみたいなもんだよ。三連複じゃダメな、三連複でもいいけど、三連複、三連単でぴったし当てるようなもんなんだよ。18、29、30、6、8、15、17、19、26、27、32、34、36、38、39、40、41、42。すごいよ。完全に一致させるのはなかなか難しいよな。6個の数字を言い当てろって言うんだから。神様かって。神様かって言うよ。4がボーナス、5がボーナス、8、9。これでね、あれだよ、1等をね、予想できたらね、あれだよ。神様だよ。預言者がいるって言われる。なんでだよ。その予知夢もさ、ね、完全一致の予知夢だったらいいよ。なんかこう、ちょっと違う、啓示だったら、また変わってきちゃうんだよ。答えが。その、しっかりね、その、数字が頭に全部浮かぶんだったらいいけど、例えば、なんかこう、ぼやーっと30のとこだけ、3のとこだけ見えたりしてさ、ぼやーって見えたらダメだよ、その予知夢。しっかりこう、数字がバッて全部見えないと。ぼやーっとさ、20と24とと、なんかこう、こんな、ぼやーっと見えてるんじゃなくて、バシッて見えないともうダメだ。その予知夢をしっかりと。ぼやーって見えてんじゃなくてさ、端っこが少し。難しいぜ。難しいんだぜ、それ。16。なんか、ひねくれた予知夢じゃダメだよ。ひねくれた予知夢。誰かに会う夢を見た。あの人は今どうしてるんだろう。昨日亡くなったらしいよっていう予知夢じゃダメだよ。わかるかな？半端な暗示の予知夢じゃダメだってことなんだ。しっかり数字が浮かばないと。難しいんだよ、チームも。4回、10回中4回。2、21。10回中3回。使えるよチームと使えないよチームがあるからな。10回中3回1回ボーナス。10回中2回。1、3、7、14。普通は、なんか夢見たってそれで終わりなんだけど、それをさらに進展させて、行動に出て、宝くじを当てるってのはすごく難しいこと。そこまでいかないだろ、普通の人は。だから、夢の中で発明す、なんかすごい発明が、ひらめきがあったりするわけだよ。それを、
現実化して、実体化して、物を売るまで行くまでに、普通の人はそこまでたどり着かない。サラリーマンだったらなおさらそこまでたどり着かないよね。予知夢っていうか、すごいアイデアをひらめいたとしても、普通にサラリーマンやって違う仕事やってる人がひらめいたとしても、その、物を、売るまではいかないよね。なかなかね。だそういう、そのひらめいたときに、なんていうの？環境がね、そういう環境が整っていないと、その、あれなんだよね。世の中に出てこないんだよね。新しい発明が。23、28。なかなかね。ヤミシラさん、そのためにはマネーがいるんやで。うん、マネーいるな。1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19。これはね、過去10回の抽出数字。過去10回で出てきてる数字を全部書き出すの。20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,30。だからさ、その、もっと簡単に世の中に出せるような仕組みを作っていかないと、いかんのだと思うよ。誰でも、アイデアを出せるような世の中にしたら、もっともっとなんか、文明が進むと思うんだけどね。ああ、文明が進むね。なんかね、今のね、日本みたいに、特許だの、著作権だのっていうのが、こう、がんじがらめであるじゃない。そういう状態だと、なかなか新しいものは生まれてこない。利権を争いやってるようだと。もっとね、こう、自由に、誰でもアイデアを出して、そのアイデアを出したことによって、お金を得られるみたいな、そういう仕組みを作っていかないと、もっとね、もっと自由に発想していかないとね、全部アイデア盗まれちゃあれだけど、でもね、中国とか真似しちゃうからね、すぐね。いいアイデア出してもさ、すぐ真似するからね。まあ、その企業秘密はね、すぐ真似されるからな。どうかな。どうかな。難しいとこだな。43と。全抽出数字。過去10回と今後6回でさらに、全部出てる数字を書き出します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,29。じゃみしらさん、今までの数字入れたら予想出せるソフト作ろうぜ。ああ。それがね。ああ、そうね。それいいね。それね、それ作れるかもしんないよ。それ作れるかもしれないよ。それ作ったらもう楽だよ。俺これやる必要ないじゃん。それいいよね。今までの数字入れたら予想出せるソフト作ろう。それ作ろう。
それいいな。それいいな。それ作って。俺、動画配信するからさ。そんなソフト作って。24、20、23、37、43、30。ソフトっていうか、エクセルでできんじゃねえ、それ。ああ、そこまで設定すんのは、それエクセルでできるかもしんないよ。そんな難しいことは必要ないと思うんだよな。ここまでは、今やってきたとこまでは、全部自動でできると思うんだよ。どうやってやるんだろうな。ちょっともうちょっと、ちょっと終わってから考えよう。今予想準備だからね。ここまでは自動化したんだよ。これね。重複が何個あるかっていうのまでは。重複とボーナス数字までは自動化したんだけど。その後ね、この16、4個。金ピロリ金サンドとの勇者。4個あったよっていうの、これを。ここの表を作るのが難しいよな。この表難しいぞ。10回中何回来てるかっていうのをさ、この数字を並べるのが難しい。これ難しいよ、この表作るの。Excel だけでできるかもしれない。これもね、出てない数字が消えるようにして、ああ、作れるね。これは？前回の数字が赤くなる。で、前回の数字が赤くなって、両サイドが、オレンジ色になる。作れんじゃね？作れるかもしんないね。結構機能を使いこなしてるね。まだまだ、まだまだ。Excel だけ、いや、そんなにね、難しいソフトいらないんだよ。ソフトっていうかさ、プログラムいらないんだよ。だって Excel の中に相当プログラムが入ってるから、Excel のマクロ使えば、さらにあれだよ。柔軟なことができるんだよ。FX は、あれがかかるからだよ。ファンダメンタルがあるからだよ。突発的ファンダメンタルがあるからだよ。そう。突発的ファンダメンタル。突発的ファンダメンタル要素があるから、どうしてもね、予想と逆になることが多い。
上がりすぎてると下がる。下がりすぎてると上がるんだよ。難しいとこだな、これがな。それをね、それと、テクニカル的な予想と真逆になることがあるんだよ。それがね、難しいんだよ。だから、それを公式化するのに、プログラム化するのに、公式プログラム化するのに、四苦八苦してんだけど。それがさ、EA で、自動売買システムで出来上がればさ、何もする必要はないんだよね。勝手にやってくれ。ポイントが来たら勝手にポジって。そんなことはねえよ。そんなことはねえよ。あ、違った。一応裏付けがあって、あれしてるんだよ。でも下がりそうなところでショートして、上がりそうなところでロングしてるだけのことなんだよ。あれだよ。節目の、なんだっけ。あれはさ、ちゃんと考えてやってんだよ。節目のさ、大衆心理が働きそうな、あれだよ。ヤミシラさん、なぜか逆の思考の時が多いけど順調派なのかな？順張り派？そう。順張りにしようとして心がけてるんだけど、たまに逆張りになってるっていうね。7分しかないわ。ちょっと待って。10、14。7分しかないわ。今日、雑談が長かったね。24、25、7、12、23、28、33、37。なんか色が気持ち悪いな。頭痛いな。かぶってるし。あ、6分しかないよ。時間ないよ。10、14、2、5、7、12、23、28、33、37。過去10回と今後6回でさらに被っている数字があって、それが2、5、7、10、12、14、37。これが重要数字になります。これが、河出さん、おはようございます。時間軸に言及せずに順張りとか言ってる時点で、トレンド順張りは遠そうに感じます。トレンド順張り？トレンド順張りね。時間軸に言及せずに、トレンド順張りとね、4、11、時間ないから。11、12、16、30、24、24、30、早く、33、37。参考回を見て目指す。終わらねえよ。2、5、7、10、
25、70、23、かな ?33 かな ?37。これでいいや。これで並べると、2、4、5、7、10、11、12、16、12、14、16、23、24、30、33、37。OK。以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。次予想します。